はい、どうも、なおちんです。さあ、今日もドラクエ10オフラインやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、皆さん、錬金レシピ集めてるでしょうか？錬金の中には結構重要なアイテムもあるので、序盤からできるだけ入手するのをおすすめしております。ということで、今日は絶対に入手した方がいい錬金レシピの入手場所やっていきます。では、早速、まずはここ。ラッカランですね。ラッカランの宿屋入ってください。宿屋のね、入ってすぐ横に本棚があります。ここの左側ですね。ここにまず一つ目入手した方がいいのがあります。特薬草の錬金術レシピですね。これ必ず入手しておいてくださいね。では、次の場所行きます。そして次のおすすめレシピの入手場所がここです。ガートラント城下町の宿屋ですね。結構宿屋にあること多いですよね。ここの宿屋の2階に上がってください。そうすると部屋が一つだけあります。この部屋の本棚探してみてください。跳躍草のレシピですね。跳躍草はかなり HP が回復しますので、序盤から持ってると意外と役に立ちますよ。では、次のレシピに行きましょう。場所はここ、ドルワーム水晶球の2階に上がっていってください。横から上に上がれます。そうすると、ここですね、研究室がありますので、入ってください。研究室の入ってすぐ横の本棚を調べます。特毒消し草のレシピです。入手してくださいね。では、次、ここ、メギストリス城の3階に上がっていってください。結構道のりは長いですね。3階まで行きまーす。そして、3階に上がりましたらば、救護室があります。救護室の中に入ってください。そして、この救護室の、本棚ですね。ここに、月の恵みのレシピがあります。これも入手しておいてくださいね。それでは、どんどん行きましょう。次はここ、レンドは北の宿屋、入ってください。で、宿屋の2階に上がります。で、2階に、受付があるんですけども、そこの目の前の本棚、ここを調べてください。そうすると、妖精の霊薬のレシピがあります。これは結構重要なので取りましょう。次の場所はここ、ベリナード城下町ですね。ここの入り口のすぐ近くにあります、素材屋さんに行ってみてください。ここですね、素材屋さんに入ります。素材屋さんの中に本棚があります。調べてみてください。精霊の霊薬のレシピがあります。なかなかいいやつですね。そしてその隣にも、レシピ入ってるので、これもついでに覚えていってください。それではここが最後ですね。上春向南の宿屋入ってください。この宿屋の2階ですね。2階の一番奥の部屋の本棚調べてみてください。そうすると世界樹の雫レシピがあります。ゲットしてください。それではレシピを入手しましたので錬金を見ていきましょう。今日入手したやつで一番重要なやつ、それは間違いなくこれです。世界樹の雫ですね。全員の HP が完全に回復するベホマズンだよね。ベホマズンの効果が、発揮できるアイテムなので99個持っておくのをおすすめします。これがあれば、まあヒーラーはほぼほぼいらなくなるし、まあ誰でもね、緊急回避ができるようになるので絶対におすすめです。ただしこれ作るのが結構めんどくさいのよ。かなりめんどくさい。まず聖水をねどんどん強くしていって、その後、霊薬にして、で、それから世界中の雫と、かなりね、手順を踏まないといけないので、時間はかかります。なので、世界中の葉が入手できる福引き、あれを引きながら作ると、
まあ少し時間も短縮できていい感じだと思います。それでも時間かかるけどね。まあとにかく世界樹の雫は絶対重要なのでゲットするようにしてみてください。はい、ということで今日は絶対に入手した方がいいレシピの入手場所やってみました。世界樹の雫は本当にね役に立ちます。絶対入手してくださいね。ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。